全略クリオ元気か。ポポたちは元気でやってるよ。お前の得意な物知りはきっとマリオさんの役に立っていることだろう。ごめん全然使ってないです。何パイポって何ポコピをよろしくお願いします。強がってるけど気の弱い人なの。うん、なんか眉毛からそれは伝わってくる。ポコピー早く帰ってきてね。私笑顔で待ってるからね。帰ってった。だー、俺のことはジョロさんと呼べ。かわいい二人だな。あ、じゃあ早速ここの帰りに使うわけっすね。痛い。やっと逃げられたよ。これ上は？ここはもう上通れるやんね。イエーイ。星のかけらゲット。臭い草。あ、無理だった。無理だったわ。おっそーら、シャボン草。シャボンの実をくれたら、オラにシャボンの素晴らしさを見せてやるんだけどな。もういいんすよ。ポコピーがいるので。シャボンの実持ってないの？ふう、残念。あんたすごいもの見逃したよ。もうさっき見たよ。あ、で、そうよ。どれやっけ。仲間。ポコピーやん。やっぱポコピーなんやん。で、一回、ちょっと回復しに戻るわ。行きましょう。え、この上やったっけ？あれ？違うか？あ、いや、違わんね。ここやね。オッケーオッケー。え。は。あれ、どうやってやるんやっけ？あ、こうか。オッケーオッケー。え、で、ここから、さすがにここは、いけんかったっけ？ここ。あ、なんか二つ変わったな。え？あ、もう一回ここ叩いたら上に上がれるんじゃない？あ、来た来た来た。で、これで、さらに上行く？いけたいけたいけた。なるほどね。あ、そこにランクアップのやつあるな。待って待って、そこ通れないの？ちょ待って、なんかにゃー、やめてよ。でももう一匹おるけんさ、気をつけてついてくんなよ。えー、いけんやん、あっち。え、なんだよ、どうやっていけるんだよ。なんでいけないのよ。うわー、助けてー。あ、あそこなんか通れるとこあったよね、今。ほら。ここ、穴開いとった。イエーイ。仲間は一人ランクアップ。まあ、ここはやっぱり、ポコピーじゃない？はい、ランクアップさせます。ポコピーはスーパーランクになりました。よしよし。さあ、これで、行こう。あ！え、待って、木の中に入ったつもりだったんだけど、今。一瞬、あのジュゲームは敵じゃないんかと思った。ポコピーが一試合剣。ねえ、さっきの、ねえ、上から落としてきよる、あのトゲトゲがパイポ？何か怪しげなことが行われている。戦闘に、待って、落ちるの、ここ。やめてよ。戦闘に突入するかな。え、何会話ができるの？それそれ、もっと雲を出して、もっともっと雲だらけにするのだ。この私の作った雲雲マシーンの凄さを見せつけてやれ。普通、こういうところって、あれじゃないですか？イベントに突入するんじゃないですか？ちょっと邪魔しないでよ。今仕事が乗ってるんだから。オズモン様っていいセンスしてるよな。世界中雲だらけにしちゃおうってんだから、雲好きには答えられないや。雲好きだから乗ってるのか。げ、お前は、お尋ね者のマリオ。みんなマリオをやっつけろ。
このクモクモマシンに指一本触れさせるな。うわー、いっぱいおるんやない、これやだわ。ほら、あ、全員や。無理無理。待って、地上と天井両方いけるんか。え、これ全員よね。うんうん、行こう行こう。え、これイエローカメイクだけじゃないよね。え、だけやん、どういうこと。パイポ投げ、乱れ投げ、雲隠れ。うんうん、乱れ投げ、ちょっと一回使ってみようと。これはちゃんと全員やな。左に何度も弾こう。よしよしよし。あ、やっぱこれがパイポなんやな。微妙な感じ。まあでも全体やけんな。あ、一回マリオの、あの、星の精の全体攻撃も使っとくか。みんな強いんかな？ビリビリになった？あ、これ直接攻撃したら、こっちがバチバチってなる感じかな。星の降る夜。いけ！これで直接攻撃じゃないけんね。さあ、どうだどうだ。お、イエローカメック弱。あそこ弱いんや。乱れ投げでちょっと、ナイスになって欲しいんだけど。お、あれ、いけんかった。くそー。もう一回、星のせいのさ、あの、星の降る夜やっけ？使っても、どうかな？いけんかな？使ってみようや。いける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 。どうだ、見えろ。あ、結構弱かったね、みんな。イエーイ、うへへ、逃げろ。やっぱり負けちゃったよ。やっぱり、へへ、追っ払ってやったぜ。さあ、マリオの兄貴、あとはこのクモクママシンをどうにかしなきゃいけねえな。どうすんのこれ。どうやって壊すんだろう。ハンマー。はっ、剥がれたよ。え、あとは、あ、外れた。そういう感じ。へえ。お、いけるんじゃねこれ。いけいけー。え、大丈夫、いけるのこれ。あ、なんかちょっとずつ。もうこれ直接ここ攻撃したらいけないのか。どういうこと。お、壊れたっぽい。イエーイ、破壊してやったぜ。これで雲が晴れる。おお、雲が晴れたぜ。俺の出番だ。あれ、ここにはさ、いやでも、オズモーンっていうのがボスでおるんよね。なんか、すごい、解決したような雰囲気が出とるけど。おお、太陽の光じゃ。ほほほ。マリオ、フラワーランドを救いよった。でも、まだオズモーンが。おお、太陽やんけ。やったで、太陽や。あ、おほほほ、いけない。私としたことが、つい取り乱してしまって。そんな喋り方やったっけって思った一瞬。本当はそういう感じなんよね。急になんか大阪のおっちゃん出てきたみたいな感じになったけど。眩しい太陽の輝き、水面に輝く光をまた見ることができるのね。めっちゃ綺麗。あら、太陽だわな。これでフラワーランドももう大丈夫ね。私の美しさにもますます磨きかかるわ。太陽だわ太陽だわ。なんて暖かくて気持ちいいのかしら。ここにいるのも悪いことばっかりじゃないみたい。なんだか元気が出てきたわ。それで次はあれか、植物を育てるんよね。いいことするのって気持ちがいいもんだな。俺やみつきになりそう。育ててどうするんだ。その先にオズモンがいるってこと。マリオの兄貴、お次は何をするんだい。俺はどこへでもついていくぜ。めちゃくちゃシャッティエって感じ。フラワーランドに来てからさ、まだ一回もハートマークがないんよね。さすがにオズモンのとこに行くには
道中にハートがあっていただきたいけど。なになになに、え、どこに見えてなかったんですけど、全然。キノコタウンにいるリップへの手紙。お、渡すや渡すや。キノコタウンすぐ帰れるし。リップって誰やった？やめてください。これ上からいけるっけ。あ、いけたいけた。いいよ、乗せて。これ乗ったまますって通り抜けれるんやね。あ、別に乗る必要なかったな。さあ、それじゃあ一旦戻りましょう。ありがとうマリオ、よくやってくれたの。お主が雲を消してくれたので太陽が昇っていけたわい。光あふれるフラワーランドを見るのは久しぶりじゃわい。やはり太陽の光はいいの。そうじゃ、モメの木の種を植えてごらん。きっとうまく育つはずだ。ほれ、そこの土が見えているところが良いぞ。あ、わかってるんすよ。わかってるけど、ちょっと一旦帰らせてください。リップって誰やっけ。この子？フラワーランドのお花さんたちのとっても嬉しそうな顔が目に浮かぶの。マリオさん、お花さんたちを助けてくれたのね。どうもありがとう。違うっぽいな。リップ。誰だ？え、リップってこの子じゃなかったっけ？この子。え、違った？あ、てかもしかしてあれ？パレッタじゃなかったら配達できんとかそういうことかな。あなたはリップさんですね。やっぱり一番最初の話しかけたことあっとるやん。ですよね。私パレッタと言います。手紙を運ぶ仕事をしています。あなたへの手紙を預かっています。ちょっと待っててください。なるほど、入れ替えないとダメなんだね。はい、どうぞ。確かにお届けしました。私に？何？コボックさん？コボックさんって誰かしら？綺麗にお花を咲かせてくれてありがとう。きゃあ、お礼の手紙だわ。ぜひフラワーランドにも遊びに来てほしいって書いてあるの。え、あのでっかい木よね。わあ、私とっても嬉しいわ。でも、コボックさんってどうして私のことを知ってるの？あ、ごめんなさい。手紙を届けてくれたお礼よ。これどうぞ。ありがとう、星のかけら。あれは？もうこっちへの手紙は届いてないの？一応確認しとこう。はいはい、マリオさんですな。こんにちは。新しい手紙が、お、届いてる。どれ？誰宛ての手紙を読む？え、全部あるの？クリパパ。クリパパからクリオへの手紙。はい、どうぞ。前略、クリオ元気か？パパたちは元気でやってるよ。お前の得意な物知りは、きっとマリオさんの役に立っていることだろう。ごめん、全然使ってないです。お前もたまには顔を見せなさい。元気で頑張れ。応援してるぞ、パパより。はい、他の手紙は、カメキ、全員分また新しく来とんや。友達のタータスからカメキへの手紙。誰、タータス？はい、どうぞ。前略、カメキへ。旅の具合はどんな風だい？マリオさんについてったお前が少し羨ましくなってるよ。のこのこ村は相変わらずだ。チャールズさんの奥さんがやきもきして旦那さんを待ってるしね。チャールズさん今この町にいるよ。チャールズさんもお前も自由に旅ができるなんて本当に羨ましいよ。お前の活躍を期待してるよ。のこのこ村のタータス。そしてブルース、ボム兵のブルースから。はい、どうぞ。ピンキー、早く僕のところに帰ってくるボム。のこのこ村で待ってるボム。ずっとずっと好きなんだボム。一度や二度嫌えると言われても僕の気持ちは変わらないボム。この思いを熱い爆発で表すから早く帰ってくるボム。僕の愛の爆発を見てほしいボム。愛しいピンキーへ、君のブルースより。情熱的だな。はい、そしてキタピオ。誰、キタピオ。はい、どうぞ。パレットさんへ。お仕事いつもご苦労様です。寒い谷への単身赴任なので、あなたが配達してくださる手紙を一番楽しみにしています。あなたが配達してくださる妻や娘からの手紙は私の頑張る力になります。
ですから今ではあなたの羽の音が聞こえるだけで心が躍るようになりました。どうか怪我などなさらないように頑張ってください。あなたのファンのキタピオより。おお、郵便配達の人にファンがいる。いいっすね。お、セバスチャン。前略、レサレサお嬢様、どうか早くお帰りくださいまし。お嬢様が危険な目に遭っておられるのではないかと、そんなお姿ばかりが目に浮かび、毎日心配で心配で眠ることさえできません。あの時お嬢様が何とおっしゃられようとも、ついていけばよかったと、今更ながら後悔しております。ですから、お嬢様の安全を見慣れた星に願いながらお帰りをお待ちしております。どうかご無事で、セバスチャン。大丈夫よ、レサレサ大活躍してくれよりよ。そして明かりによってケムケム。明かりんへ、無事に逃げ延びてるオラは生きていくと決めたっぺ。おめえとおめえの連れには感謝捨てるど。本当にこの手紙を感謝状に書いて送るべ。でも見かけでもそっとしておいてけれ。元気でな、ケムシのケムケム。そんな子いたっけ。全くわからん。コプックさん、え、娘のコプックから。娘がいるのね。はいどうぞ。あそこ見たら関係性わかるんか。母さんへ、おらんようになったと思ったらマリオについてったって聞いたよ。無理はせんように早う帰ってきてよ。待っとるよ。新しい卵を産んだけん見てほしいから早うね、娘のコプク。しかも子供が、さらに子供、孫ってことやね。ちょっと待って、さっきのさ、あのアカリーのケムシのケムケム、全然関係性わからんかった。あ、てかあれなんやね。え、仲間の中にさ、誰だった、名前忘れた。あ、大丈夫です。あの仲間の中にポコピーが入ってなかったよ。まあまだないってことなんかもしれんけど、でもすぐにでも届きそうやけどね。誰やったあれ、ポコミやったっけ。そんな名前やった。違うかもしれん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで、あれか、フラワーランド一応平和になったっぽいけど、オズモーンが名前しか出てないよね、まだ。多分今から雲の上とかに上がってって、オズモーンと戦うんじゃないかなーと思うんやけど。頑張ろう。